京本ミロクロワンチャンアルンチャン。ミロクちゃんやん。ミロクちゃんやん。待ってました。春やん。またまた登場。春やん。何回出んねんて。準レギュラー。準レギュラー。そうっすね。もう写真あれやん。そう、声今日やばいねんけど、うん、まあ、ミロク撮影やからな。そうっすね。急遽、うん、またまた急遽、うん、出させてもらうことになりました。いや、やっとやん。声やばいって。俺声治りましたよ。いつもやばいって。たまに調子悪なるよな。結構でも 長くなりますね。一回潰れてもうたらなるんやろ。なります、なります。それきついな。さあ、俺4回目っすかもね。あ、そう、4回目、もう4回出てます。トーマとミロクの春でハングでワンチャンする。ゴロが合ってないです。うん、確かに。まあ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 、まあ、たまたま声調子いい時ないわ。ない。今日あれやね、カラオケ歌える時と歌えん時、生まれつきちゃうねこれ。酒焼きや。うん、まあ、そうだね。出る時でも出ますよね。出る時結構、うん、高い声出へんの辛い。ああ、うん、高い声出したいや。やっぱ高い声ですね。気持ちよく高らかに歌いたい時あるやん。あれさ、あれさ、高らかに歌えない。あれがストレス発散になりますからね、カラオケで。ひえーいちゃう。フリーザか。なんか沖縄の社員旅行行っててな。そうですね。で帰ってきて、その沖縄のやつをな、はい、あれよ、見しごかなみたいな。うん、あ、写真ぐらいにしようかな。まあ写真パパパマン、とりあえずちょっとなんか、ああ、いいですね。ちょっと足りないやつもあるけど、うん、とりあえず、まあ、そういう感じやな。写真沖縄旅行どうやった。でも天気がすごい荒れるなってイメージがありました。沖縄は楽しかったですけど、天荒れな。なんか1キロ先雨で、もう1キロ先晴れでみたいな。ああ、なるほど。ドライブしてます。天荒れっすもん。天荒れっすもん。最近まで手荒れひどいみたいな。ああ、なるほど。手荒れな。なるほど。ほんなら滑るな今日も。いいよ、滑るの好きなんや。もう滑り芸、めっちゃ好きっすもん。もう恥ずかしくないですか。恥ずかしくないよ。はい。前カメラ目線でな、滑ってたよ。そう、うん、滑るの結構好きなんや。うん、なんか好きというか、もう滑る以外受けないですからね。滑る以外受けないみたいな。滑り芸みたいな。滑り芸です、ほんまに。滑りたいです。滑りたいね。そういうこと言うか、滑る。そういうこと言ったら滑る。よっしゃ。滑る春と酒焼けのトーマ。組み合わせやん、こんな。滑る春と酒焼けのトーマ。そう、だから。なんかありそうですね、アニメの。あー、なるほどね。なさそうやろ。直撃のソーマって書いてるから。あ、そうそうそう、それ。あ、そういうのあるんや。滑る春と酒焼けのトーマって、もうなんか滑ってるやん、全体的に。全体的に滑ってるやん。うん、滑らない話な。いや、俺滑るからね。滑らない話とか持ってる。もう滑る話しかないですよ。あ、そうなんや。まあ、ええんちゃう、なんかそんだけ滑りに行って滑ってんねやったらさ。確かに確かに、顔が滑ってる。顔が滑ってる、すごい。前に滑らかい。三浦翔平言われてもんな。ハングルワンちゃんも三浦翔平って言われてもんな。まあ、沖縄の話戻りますか。うん、沖縄滑らない話やめとく。もうそれはもう絶対に拾えない。オッケー、じゃあ沖縄の写真行ってみようか。行きますか。はい、沖縄旅行写真お願いします。はい、空の綺麗。あ、綺麗。すごいよ。飛行機怖かったですね。それすごいすごい。で、からのみたいな。あ、からのみたいな。いい感じし、沖縄って感じ。からのみたいな。みんなでバスみたいな。からのみたいな。ホテルからの景色からのみたいな。飛行機の景色ちょっと戻ったみたいな。からのみたいな。ホテルみたいな。からのみたいな。ゴーヤチャンプルみたいな。からのみたいな。こっちがゴーヤチャンプル。あ、そうや。あれはオフのやつ。先のやつ何やったっけ。オフのやつ。あ、オフ。フーチャンプル。フーチャンプル。フーチャンプル。からの。ゴルフ行きました。これゴルフの話で、まあなんか16ホール。はいはいはい。え、16ホールっけ ?18 ホール。なんかわからん。4ホールしか回ってない。16ホール中の4ホール、うん、雨で18ホールかな。え、9-9やった。9-9か。
18ホールか、ま、なるほど18ホール、うん、でゴルフはちょっと話したで4ホールで終わって嵐でそんなに行ったんですか、うん、服びしょびしょ、多分寝てたっすね、すごいびしょびしょもすごいびしょびしょで、はいはい、もう風呂入って帰った1時間かけてコース行ってあの風呂入って帰ったよ。もう出だしから雨は降ってたんですか。降ってた降ってて、どんどん濡れながらやったからのみたいな、そう途中から傘さしてやってて、傘さしてやってて、ほんでもう降りすぎてはい、はい、もうあかんわみたいな、あかんわみたいな。いやそれはだってね、1日目が一番天気悪いって言われてましたもん。うん、ゴルフ場風呂入って帰った、うん、もうそういう感じからのって感じだった。もう一個あるね。もう一個あるんですか。なんか普通あのゴルフのさ、はい、プレー代払うよ、はいはい、沖縄って天気多分めっちゃ変わったりするからさ、はい、多分良心的なやろね、うん、その4ホール分割ってあの料金にしてくれて、18ホール分払っとったけど4ホール分だけにしてくれて、そうへ、それめっちゃええ、めっちゃええ、良心的やみたいな、はいはいはい、そういう話してみんなでうわーって驚いてて、はいはい、で後ろのおじいちゃんとかもわあここ良心的やなあ、よかったからまた紹介しておくわっつって、なんかおばちゃんに言って、すごい、そう、そういう感じ。まあそういうゴルフです。綺麗かったですか、ゴルフ場。綺麗やった、うん、からのみたいな、あー魅力とヨタもいい感じやん、ラブラブですか、ね、ラブラブやろ、なんか起きたかもしれんしな、うん、まあからのみたいな、あー結構彼の写真多かってんな。あ、ほんまですか。見てると、うん、で津田さんもね、いい感じのイエーイみたいな、はい、からのみたいな、からのちゃん、これも僕とヨータさん、はい、ですね。これ右へヨータさんです、うん、ヨータ2位です。はい、もう大丈夫、大丈夫です。からのって感じ、はい、あ、またつって、これもあのね、ご飯行く前、みんなでご飯行く前ってなった時のバスやな、はい、そうそうそう、うん、いい感じ。スノーマン2分の1で反応するスノーマン、そうそうそう、4人なかなか反応せえへんすからね、からのみたいな。ほらみんな反応しました。はい、みんなその反応しました。これもうな、ええよな。これはウサギですかね、うん、これはね、多分ウサギ、猫がアイス食うみたいな感じ、猫がアイス食う、トーマさん以外アイス食ってますもんね、うん、バリ腹減っとんちゃうみたいな、腹減っとったんちゃう、多分そうですね、結構美味しかったよ、うまかったもんね、もう食ってないけどね、はい、これ、うん、まあ、そのいろんな味辛のみたいな。おマッキー、マスタングかな、マスタングを借りてたね、あ、借りてたんですね、うん、いけいけ、もうみんなでめっちゃかっこよさそう、せーいしてたよ。これゴルフ場、あ、これゴルフ場っすか、そう、なんかちょっかり雨ついてるっしょこれ嵐の後やから、嵐の後よ、で帰り道めっちゃ雨ね、うん、そう、閉まるか、閉まんない、うーんって感じだ、似合いますね、マキさんね、いいね、この車どれぐらいか、新車で買ったら6700-800とか6700-800どれぐらいか、まあ、結構しそうっす、うん、からの太陽さんも、太陽さんもイエーイみたいな、似合いすぎやろ、2人バリ似合っとうっすね、そう似合ってんな、いかつすぎでしょ、いかついねこれで、ヘイ兄ちゃんって言われたらちょっとやばい太陽さん言うよ、もう歩いてて横付けされたら絶対引きますもん、やばい、横付けされたら引く、横付けされたら引くっす、ね、それやばい、怖いっす、怖いねからのみたいな、はい、いい感じです。あ、これイッサ君、イッサ登場、これドライブですね、海行ってましたね、あ、海行く時、海行く手前です、この時もあれだからな、はい、これ多分ゴルフの時だ、これ、あ、そうそうそうですね、ゴルフ終わって帰ってくる途中ぐらいじゃないですか、ここら辺はちょっと俺分からんから、ちょっと春にパスしたいとかね、海行ってなんか、ね、海中道路、え、海中道路みたいなのがあって、その海中道路に行く途中なんですけど、なんかその写真もある、めちゃくちゃ綺麗なところがあって、はいはい、じゃあ絡んで、ここですね、ここがなんか全部海中道路みたいな、でも横が全部海 で、はいはい、で砂浜って降りれるんですけど、はいはいはい、7人ぐらいで行ったんですかね、春があの、あれちゃう、あの右ちゃうちゃう、一番右にいるのが僕です、で、イッサ君、ツーバースさん、カナタさん、アカネさん、マーンス、マーンか、はい、もういい感じですね、なんか良さげな方でございます。ちょうど晴れてくれたっす。はい。からのね。おー、いいよ。家計男子たちだね、これ。もういいよ、はいはい。海をバックに。カップルかってね。ちょっとだ、カップルかってな、なるよな。なりますね。もう、カナダさんがもう本当に。いい男子か言うてね。はい。カップルか、これ。女だって。カップルか言うて。俺が男なんですよ。どうだろう。普通。どっちでもいけんじゃん、
まあ、カナダさんカナダさんが多いっぽいんでね、はい、じゃあカナダで、はい、あ、これね、これなんかパワースポットみたいなとこなんですけど、パワースポットではないのかな、なんか有名なとこでジャングルみたいなとこ入ったんですよ、はい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 、ジャングルみたいなとこ入って、はいはいはい、いきなりその鳥居があってもう上まで上がるんですけど、慰霊碑みたいな、なんて言ったらいいんですかね、なんか訳のわからん感じのとこやったんですけど、とりあえずジャングル、なんか島の中の島に行って、はいはいはい、の奥、島の中の島の奥、島の奥のジャングルの中みたいな、ジャングルではないですけど、はいはいはい、密林みたいな、楽しかった、いや普通っす、普通普通なんやそこはな、そうでも全然でもまあでもいい経験ですよ、こうやっぱりこういうとこ行かんといけない、そうえっ絡むでこれ、あここです、なんかその何のやつか分かんないですけど、いいね、カナノや、カナノ、ほらがこの、島の島ですね、はいはい、のとこの、あここまで行った、どうやって行った、はい、あれ、あ、こっと、ここは行ってないですよ、はい、これは遠くから見てる写真なんですけど、へー、あ、ここ誰か住んでんの、タウン住んどうすね、何人くらい住んでんの、3、4人ですね、ああ、そうか、どうやって生活してんの、釣りっす、釣りない、釣りか潜りっす、はあ、はい、トイレとかあんの、トイレはもう海に流すね、泣かない泣かす、冬結構死ぬらしいですよ、あーそう、寒い、寒いやん、え、名前なんていうの、そこ住んでる人、そいつらね、あんま今日喋ってないんですよね、あの、そう引っ込み思案なんで、うん、なんか、おいっつっても、あーっつって、あーっていう、あーっつって、あーっそんな会話しかせんから、そんな声な、何を言ってんのかなみたいな、じゃあ言語障害入ってワンちゃんちょっとわかんねえよ、やめようっつって、で、写真だけ撮らしてやってた、言うてたよ、で、OK! みたいな感じになったから写真撮らしてもらって、はぁ、滑ってんで、その通りや、その通りや、言うて、俺ダールと魅力だよ、こそんか、そうですね、でもそしたら先住民が怒るかもしれないんで、ああそうか、もう一個右側にあったんで、そっち側借ります、あっちな、せんま、はい、あんな狭いですな、あじゃあ進んだらやめるということで、絡むね、ああこれね、これ俺行って、あ、行きました、俺別行動で、あのこれ俺春とかとか行ってないねんけど、俺その次の日の夜に行ったから俺、そうここ行って世界遺産やろ、僕らの次に行ったんですか、そうそう、あ次の日の夜ぐらい、上まで登りました、上まで登った、めっちゃ高い、めっちゃすごいですね、うん、すごい、なんだこれ、なんか首里城とバトった城みたいな、うん、あで首里城が結果を勝ってこれもう落ちたんですけど、ああ城やったんや、そう城です、城跡、城跡かみたいな、首里城、首里城 VS こいつみたいな、いやそうそうそう、すごいな、で、なんか負けたっすけど、結構ここも国宝だからなんかに指定されとったっす、世界遺産、はいね、はあ、結構しんどかったっすけどね、上がるの、はいはいはい、はい、じゃあ絡むで、なんかこれ上から見た景色やろ、はいはいはい、これ暗すぎて俺はちょっと見れんかっていうの、こういう感じ、うん、めっちゃ、これよりさらに上あるんですよ、うんうんうん、うん、はあ、絡む、あー、なんかいきなりアグー豚、美味しそう、アグー豚、アグー豚ですか、アグー豚しゃぶしゃぶちゃん、アグートン、アグートン、アグートン、うん、ベニ豚みたいな、ベニ豚違う、なんかわからんけど、これ美味しかったよ、あっさりしてたのが美味しかった、じゃあこれ絡む、うまそう、絡むで、おー、ちょこちょめっちゃ見てるやん、これうまそうに見てるやんみたいな、その生で食べたかよみたいな、ね、生でも食えそうなぐらい綺麗ですからね、うん、これね、これがしゃぶしゃぶセットみたいな、そうそうそう、しゃぶしゃぶみたいな、美味しかったよみたいな、からのみたいな、なんかこういう流れになったっていう、デートナイト、デートナイト、おい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 、何をせん、おいおいおいっていうのがありましたね、ちゃんと綺麗、ビューティープラス、ビューティープラス、じゃビューティーされてる、オッケー、からの、あ、ね、あ、これ違う場、ああ、違う場所ですか、ちょっと綺麗ですね、なんか店によって違うみたいな、なんでこんな綺麗の、バラの花みたいですか、バラの花みたいな、すごい、バラの花とか女の子あげたことある、花はないっすね、ない、先生から一回もらったぐらいですね、あ、先生かも、中学校かな、バラナ、バラナかもらいました、誕生日かな、あだだネドハさん、あだだネドハさん、あだだだね、あ、知ってる知ってる知ってる、そう、先生ね、俺も知ってますからね、はい、行きましょう、からの、はい、あー、まだ、あ、これはね、ここもちょっと僕いなかったかわかんないですけど、なんか楽しそうな写真やったんで、りょうたと、ゆずきりーたと、れん、とんかつ店長ですね、あ、とんかつ店長です、はい、からので、はいはい、ベニーモタルト、ここで隣で撮った男の中で多分これが一番かっこいい、濃い、うん、ベニーモタルトもう横にこんなかっこいいやつはおらんよな、そう、絶対おらん、めっちゃかっこいい、隣にはシーサーもいるからね、
そう、ちょっといい写真だったちょっと C さんも向いてる方向一緒ですかね。確かに。あ、それを意識したのかもしれないかもしれないね、うん、ちょっと今日聞いてみようか。そうですね、はい、まあ、あのちょっとお店で女の子は聞いてくださいということだね。はい、からのこの写真めっちゃいいな、あめっちゃ楽しそうやなって思って。いいね、これ空港の行きですね。行きなんやこれで、なんか、はいはい、その一眼レフがあって、それのなんか写真の練習みたいな感じで、なんかピントを合わせてみたいな、ちょっとプロい、プロっぽくしようやみたいな。もうプロっぽい、プロっぽい、めっちゃいい写真。これは一番なんか漏れてるみたいな、うん、みんな楽しそうっていう、まあ、これいいなって思いました。からのでハブシ、これやばいな、地獄のハブシ、これやばい。こういうもんやと知らずにさ、初日結構飲んでた。いや飲んでましたね、みんなでハブシュなんか40、50とか飲んでんね。クソほど飲んだし、たぶん40、50とか飲んで、でハブシュ1杯1000円とかやな、たぶんそんなもんですね。なんかあれ単価上げろやんとかいう話やな。でしかもなんか1杯が結構量あるんですよ、ショット3、ね、2、3杯分あるんちゃうかなって。おんこかった、入れてくるから笑うわ、ほんまにすごい。それサービスなみたいな、やめてやハブってだよ、もうハブったろがーっつってハブれました。からのおー楽しそうです。これホットドッグ、あのアメリカなんちゃらってとこ行って、アメリカなんちゃらなんやで、なんかもうせっかくやしホットドッグ食べようやみたいな、はいはいはい、でホットドッグで伊佐くんはもう近いもんでね、はいはい、もうエンジンかけたろがな、なるほどっていう写真です。はいはいはい、からのこれ、これハブこれもね、すごい、これ300円なんですね。これが多分、うん、そのホットドッグ屋さんに置いてあったんですけど、あの路面のやつ、ホットドッグ屋さんにハブシとか置いてんの。はい、置いてました。いや、やっぱ沖縄やね、それすごいな、ちょっとなんか、すごい顔よ、これはシューってなるよ、もうね、結構こういうのが普通に売ってたよな。うん、なってます、置いてます、どこにでも置いてました、ね、からのね、これなんだ。これもだから、そのアメリカなんちゃらってとこの一部。もう全然クリスマス仕様で多分あれかな、ミノプさんかな、うん、が撮ってたし、まあ、沖縄らしくはない感じやな、その雰囲気はね。アメリカンビレッジ、アメリカンビレッジか、そうです、アメリカンビレッジ、はい、はあ、そうだね、まあ、そういう場所もありますよと。からの、はい、これもみんなでご飯食べましたみたいな、うん、なんか関西人の人がやってるお店でした、沖縄やってる。あ、そうなんですね。へえ、からのでみんなで撮りましたみたいな、はい、いいいい、結構飲みましたね、この日は。からの、あー、なんかありましたね、クローズでヤンキーみたいな、すごい中二病しました。からのじゃあじゃあじゃあ、ちょっと死んじゃいました。からのまたヤンキーしました、はい、からのじゃあ、はい、やっぱりやっちゃいましたね、これね、そういう流れです。はい、からのでこの写真もええなって思って、ガラス細工、そうそうそう、いや、ね、これ行きましたね、すごいいい写真これも、うん、どうやったの、作れたの。え、めっちゃむずいですよ、むずい、まあ、俺が多分俺が一番下手くそやったんですけど、うん、ぽい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 、え、まあ、マーンが一番うまかった、俺が一番下手くそ、ぽい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 から、はい、マーンが一番うまかった、マーンが一番、まあ、繊細な、繊細さな、こんな感じですよね、作るのは。その下の横に作ったやつじゃないんや、じゃないですよ、完成形みたいな、あれむずいんや、結構むずいですよ。あー、面白そう、ぜひやってください。なんかいろんな種類できるんで。いいね。からの。はい。フェラーリ。フェラーリ。このな、カリフォルニアってやつかな。これ乗ったんですけどね。なんかブーンって感じです。からの。はい、みんなでドライブ行きましょう。いいですね。ブンブンブン。なんかこれレンタルできます。なんか10万ぐらいで。うん。できたんですけど。からのみたいな。ブーンで。あ、似合う。似合いますね。ほんま？彼氏と。フェラーリでドライブ合うよ、使っていいよみたいな下りですね、これブンブン言ってました。からのなんかあのチュラ玉、チュラ玉綺麗やから撮ってみたね、うん、見たことないです、チュラ玉。太陽の光を吸収して暗いところで光るらしいよ、これ。うん、光るみたいな、さすがブンブンみたいな、そう、チラチラみたいな、からのみたいな、これは何とか忘れましたけど、お土産屋さんと、お土産屋さん行ってたよ、からの、はいはい、これちょっと感覚しましたね、嬉しいね、からの乾杯みたいな、からのみたいな、はい、アイスクリームめっちゃ食べてますね、ベニーモ系かな、ベニーモス多分、うん、似合うね、似合うね、いい感じ、何やっててもかっこいい、そんな感じですね。からの
平成すごいよ平成すごいよ、もうなかなかね一番迫力があるんちゃうかなと今の中での平成感じですよ。はい、からもフェラーリア9件約う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 、はい、命がけでも、うん、なんか後から聞いたんですけど、うん、なんか白米がそのフェラーリがあまりにも速すぎるし、うん、体感がすごすぎて、はい、4回ゲロってそう、あれ4回ゲロってました。あの確かに3秒で100キロいくか、確かに3秒で怖っ、すごかった。いや俺じゃあジェットコースター無理なんでね、うん、無理っすよね、ジェットコースター感覚で言ってたらそれはあるよ。言いますかじゃあ CM どうやっていく、滑ってから行く、滑りますよ、どうやって滑る、じゃあじゃあ写真まだありますっけ。もう今ですね、僕は。もうないんや、はい、早いね、からのちょっと言い過ぎたの。じゃあダンスルームってどうしましょうかね。なんか、うん、ここのその沖縄での付随、うん、してなんか面白かったエピソード的な、場所でもいいです。場所みたいな、さっきのところは良かったって、そのあの城跡みたいな。あ、はいはいはい、うん、ちょっとお化け出そうかな思って。あ、ちなみに沖縄って何回目とかあるの？3回目の。あ、3回目。小学校の時の修学旅行と、あの姫入りの方行って、なんか集合写真足ない子一人出たのと、去年かな、オーナーとかと一緒に行ったよ。はいはい、足ないね、ほんまに。その写真怖っ。姫入りの方沖縄とかの心霊スポットってガチって言うんですよね。行ったんちゃう？行きました、行ったんですけど、行ってはないんですよ。その場所の近くまで行ってビビった、ビビりました。レベル違う。俺もともと。ああ、ビビりました。怖っ。俺ほんまに無理なんですよ。急にとか。急ゲー無理です。さいさいさい。今のあれおもろい。ビビり方がガチで、マジでビビる。今のめっちゃおもろいわ。あ、最高。最高やね。じゃあほんまダメっすよ。最高。いや、お前もうやってやつよ。マジでこれ。乗りとけ。なんか沖縄のどんなやつ。なんか、うん、なんていうんですか、ユタ、ユタっていうなんかあの魂を呼び出すみたいな、うん、やつみたいな。ヒューマンみたいな、ヒューマンじゃなくてあのシャーマン、シャーマン、シャーマンキング のシャーマンのなんか育成する場所、育成するみたいな場所が3つあるんですよ。うん、そのだからそこはほんまにガチでヤバいみたいな。ガチでヤバい。もうその名前自体もヤバいですよ。 3S っていう場所あるんですけど、かっこいい、周りかっこいいんですよ。 S 字のカーブがあるからその名前がついてる。そうなの、そうやろ。いや、ガチっす、ガチっす、ガチっす。 3S、 そうそうそう、そこはヤバいって言ってたっすよ。へぇー、 iPhone 3S 買ったっけ。あ、いや、お前おもろいな。
ってほんまに。からのすごかったですね。え、それ行ったらやばかったよ。いや、行ったら多分俺もうここいないかもしれない。いない。帰国できんか。いや、ほんまにそのレベル。帰還できんか。怖いですね。その沖縄系はやばいです。心霊スポットはガチやもん。ガチですね。結構信じるは。いや、信じるとかじゃなくてビビってるはっす。ビビってるは。まあ霊体験はしたことないんで。ないんや。はい。そうっすね。それはないです。俺歩いてたらおしむしゃ見えたことある。ガチっすか。落ち武者っすか。生首で落ちてたよ。ポロンって。喋るっすそいつ。え、なんか分からへん。落ち武者が首だけポロンって。歩いてたらいきなりバッて見えて、うおーって避けて。でもトーマさんね、ワンちゃんは多分あると思うんですよ。あるかな俺。あるっす、俺なんとなくなんですけど、このでも俺7年やもん。そうそう、7年ぐらい。7年目の付き合いの付き合いなんですけど、いや。俺だって何回かちょっと違和感あるっすもん。ある、はい、あるよな。俺のなんか腕をずっと握るんですよ。ビビらないんですよ、トーマさんは。だけどってるよ。その時に俺の腕を掴んで、俺の手形がつくぐらいグーって掴んで、その後バーンって落としたんですよ、その心霊スポット行った時に。なら一人で俺の腕をバコーンってやって走って逃げ出して、その話だけど俺超ヤバいやつやん。そうそう、でその後戻ったら、いや俺何したっけ、何してんの、ごめん、俺見てみたいな、ごめんじゃあ記憶ないね、ほんまに。あれ結構ほんまガチの子化けたんやけ、ほんまにビビってるだけやねんけど、ちゃんとバリビビっててんけど、あれはヤバかったです。ガチの場所ないの、あれガチのやつです。あの淡路島の某場所、はい、あれはガチよ。あれ怖かったですね、うん。こう持ってて、で体がバーンなってしまって、これやばい、なんかもう寒くなってやる、まあ、空気がすごいよ。絶対逃げんなよって言ったやつが一番最初に逃げたっていう。確かにそう、ビビりましたね。いやもう怖かったわ、まあ、心霊スポットはね、くれぐれもあのもう笑顔もええよ。まあ沖縄もまた行きたいですね。夏に行きたいですね。そうね、海がやっぱ海入りたかったっていうのがあるんで、綺麗かったですけど。でも夏はめっちゃ暑いで有名じゃないですか。そうか、ハリースポーツ、ね、8月ワンチャン6月かな。この時期海入れませんでした。そうっす、寒い、腹ず寒いくらいかな。じゃあちょっと来年は沖縄行くということでいいっすか。そうですね、来年行きたいですね。いや今日一面白かったのはあのわーってやった時のあのビビったリアクションでした。はいはいはい、ありがとうございます。はい、 そうですね、そんな感じでバイバイストーン。